はい、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。じゃあこれからアルファ、93の、報告会でございますねを始めたいと思います。今週の10月8日水曜日木曜日でイベントをやってたので、その時に割と僕 VTR いっぱい回してきてるので、それからちょっとご覧いただこうかなと思います。開催した場所がですね、ピアアリーナ MM というところで、僕も初めて行ったところです、うん、選ぶ1枚しか選べないんですか？プロの時間に僕ら入ってるので、1時からで、これがアリーナの会場ですね。行ったことあります？うん、1万2、3000人収容するところで、武道館みたいな感じですよね。はい、ということでですね、アルファ9祭り、客席になってて、ついに、我々の、悲願、念願、夢だったグローバルシャッター、いよいよ搭載しました。こちらのカメラですね、アルファ9マック3、世界初のグローバルシャッター方式、採用しております。有効約2460万画素のCMOSイメージセンサーになります。従来のローリングシャッター方式では左側のように、上から順にピクセルを読んでいくんですけれども、アルファ9マック3で搭載されたグローバルシャッター方式では右側のように全てのピクセルが同時に読み出されますので、画像の歪みが発生しません。またこれによりかつてないスピード性能が実現することになります。はい、グローバル方式による、歪みのない撮影が可能な上に最高約120コマ秒での撮影が可能になります。このような進化により今まで捉えることができなかったシーンを撮影することができますというところまでで、グローバルシャッターの仕組みは皆さんご存知、さっきやってましたからねじゃあこれで飛ばしていこうと思います。会場はですね、4カ所の体験コーナーがあって、バドミントンフラッシュ撮影コーナー、バッティング撮影コーナー、望遠撮影コーナーというのがあって、3箇所これから紹介したいと思います。でね、これがね、僕が入ったね、最初の方のやつ、プロの時間のやつかな。でこっちがうちの米ちゃんが行った、一般向けのやつなんですけど、内容が違うんですよ。こっちは特に何も書いてないですって、撮影したデータ持ち帰り OK って書いてあるんですけど、一般向けは撮影データ持ち帰り不可になっててですね、カメラがまだ試作品というか最終製品ではないので、データの持ち帰りを制限したかったのが一つと、あとメディアの入れ替えやると時間かかるので、行った時プロだけのところでもそうだったんですけど、割と混んでて長蛇の列になってたので、さっき見た通り会場はガラガラだったんですけど、みんなもう列並んで熱量の高い人ばっかし来てるので、それが全然吐けなくて、向こうの人がちょっとやばいなこれとかっていうふうには言ってたんで、そういう事情がなんかあるみたいです。そういうのを含めてちょっと最初にまずメインになるバドミントン撮影コーナーというのをちょっと紹介していきたいなと。ガラガラじゃないですか。なんですけどこっちの方にはずらーっと人並んで撮ってるんです。サニッパカメラは93でレンズは自由に選べるんですけど、当然みんなサンリッパばっかり選ぶ。これはちょっとお願いして撮ってるところ撮らせてくださいって言って撮らせてもらってるところ。それよりモデルさん大変ですか？交代制で男性チームもいるし、ダブルスでやってるのはねちょっと珍しい。そのシングルスになったりとかして、これが撮ったやつで、デフォルトだと 60fps になってて、それだとこれぐらいのスピードになる。割とピシッと撮れないんですよ。結構難しい 60fps だと。これもかなり近いんですけど、これかなりうまいと思います。でこれもこんな感じ、 60fps だとこれぐらいのやっぱタイミングで撮ることになるんだなと思って、パッパッパッていった時こんな開いた感じになるんですよ。瞬間は捉えられない。そこから 120fps 動画みたいだね。 120fps もうスローモーション動画になるんですよ。そうするともうこういうのがすごい拾えるようになってるっていうか、拾いやすくなってるなと思って、撮ってるの僕じゃないですからね、プロに撮ってもらってますから割とソロの難しいんだなと。これも
うん、当たった瞬間ではないけど、当たった瞬間もでもちゃんと取れてて、これですね、これが当たった瞬間だと思う。先端潰れてて、スマッシュじゃないけど、この人たちはこんなバイト初めてでしょうねそうかもしれない。これも当たった瞬間に近いですね。というのが 120fps の威力かなというところですね。本当曲がってない。確かに60だとシャトルがいないことがよくある。これ動画と勘違いしますよね。うん、まあ動画以上というか、絵だけ見たらね、これぐらいの送りで選べるので、ああこれは来年のパリオリンピックで活躍しそうだなという。三笘の 0.1 ミリが出てくるかもしれないですね。あれはシャッタースピード関係ないから。関係ないですけど、ね、前回はそのタイミングで撮れたってやつですね。三笘の時はそう、あれってアルファ1でしょ、秒30コマなんですよ最高でも。だからドンピシャでたまたま撮れた。そう、それが狙ってできるようになる。あのもっともうちょっと4倍ぐらい確率が上がる次はですね、フラッシュ撮影コーナーですね。水辺に、まあ、池を作っておいて、そこにモデルさん立たせて、あの水バシャバシャやってるところをフラッシュで撮ってくださいっていう。モデルさんも初めてでしょ、そういうバイト。寒くないのかなと思って、お湯ではないだろう。ここの展示はどういった展示になるんですか。ここはですね、はい、フラッシュ、今までのフラッシュ撮影は200分の1とか、はい、250分の1っていうのを頭に入れながらコントロールしなきゃいけなかった。ただ動いてる人物とか被写体を狙う場合はハイスピードシンクロっていうのは実はありました。ただハイスピードシンクロはちょっと意外とフラッシュの方に負担をかけたりとか、あるいはこの撮影の露光ムラっていうのも若干あったりして、必ずしも一番狙った絵が撮れるとは限らなかったんですけど、まあ、今回はセンサーが新しく変わったということで、まあ、今までと夢だと言われたグローバルシャッター、はい、なので常に全開口開いた状態で機械を当てれる。そうそう、言うなれば、まあ、全速道中という意味では可能になったという。太陽フラッシュで、8万分の1秒までいけるんですかね。単車の場合は、単車の場合は、はい、今連射にしてらっしゃる。今連射にしました、はい。で、ついてるのは60の RM2 ですかね。そうです、はい、単車で、はい、8万いきますか。8万分の1秒にしました。取った。おお、これが8万分の1秒。うん、なかなか難しいですね。え？8万分の1秒。おお。キラキラしますね。難しいな。ビタ止まりですね。ビタ止まりですね。ああすごいすごい。ああこれが2万でも全然です、ね。止まりますね。止まりますね。8万分の1秒使うシーンってどういうシーンなんですかね。どういうシーンなんでしょう。結構ね、僕もそうどういうシーンなんだろうなって。未経験なんでも全然イメージが分かんない。そうなんですよ。だから、うん、今までってそのフラッシュって、まあ、言っても先ほど言った200とか250分の1、はい、あとハイスピードシンクロの両方の間しかやってなかったので、はい、じゃあ別に持って例えば我々の中でもフラッシュちょっと苦手とか、うん、でお使いになる方でもちょっとフラッシュもいいかな。逆にカメラの性能上がっちゃってるので意外とノーフラッシュで使ってることが多いんですよ、うん、そうですね。やっぱり必ずフラッシュがあれば撮影表現広がるので、できれば使ってみたいよなだったのが、まあ、今回気軽に、まあ、全速道中なので本当乗っけてフリップオンの状態でパチパチっても結構意外と適正で撮れちゃうっていうのがポイントかなと思います。これは電車はどれぐらいまで行けるんですか。60フラッシュだと20コマぐらいまでしかいかないんですよ、はい、このカメラに、はい、だから100メートルに設定してても20コマぐらいしか連射できない、うん、ですよね。で発光量も減るので、はい、現実的にはそんな撮り方もあって、はい、そうですよね。なので、うん、もう1枚撮りですよ、フラッシュは、はい、フラッシュなしにしてぐらいからダメか。フラッシュなしはこんなぐらいですね、はい1万6000ですからね。でしかも1万6000とかにすると背景が映らないので、は
基本的にはシャッター速度は1000分の1とか、はい、1000分の1とか調節できます、はいはい、ただ例えば逆光で太陽を入れて、はい、モデル3等分なのは1万6000分の1になってと、はい、日中シンクロで日中シンクロできます、はい、このシチュエーションではもうそんな早くする必要ないの、はい、今ぐらいで全然綺麗、感謝タイミングが難しい。いやもうバシバシ取ってないんですよ。バシバシ。バシバシ。モデルさんがこう撮影する時に電車嫌がって、はい、はい、行けよってタイミング、あー、すげえな。多分山から出てた。一般では公開されてなかったです。プロの、あー、今プロフォトが入ってきて、ですよね、もっと近づ、マイクもっと近づけるってことは、いらっしゃったわ。ノイズにしか聞こえない。さっきからビー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 言ってるけど、まあこんな音で音を消せるんですよね。音消せます。サイレントもできるんだけど、新機能で音量を大きくすることもできるんですよ。これは僕多分見たことないかな。よいしょ、今撮ってた写真がこんな感じのやつですね。プロパティちょっと出してみましょうか。よいしょ、ザザン。これでシャッタースピード1万6000分の1秒。会場は背景をすごい明るくしておいて、でモデルさんが逆光になるようなところのシチュエーションを作ってるんですよ。そこにフラッシュ当てて、モデルさんを引き立てましょうっていう風な撮り方をさせてて、まあ通常は普通に撮るんだったら1000分の1秒とかそれぐらいで撮るシチュエーションなんですけど、それを、これが普通に撮った時ですかね。これで、シャッタースピード1万6000になってる。噴水止めた感じにしようっていうので撮ってるところかな。これも1万6000分の1秒ですね。連写にすると1万6000分の1秒までに上限止まるので、フラッシュつけてると、フラッシュつけて、単車だったらね8万分の1秒までいくんですよ。連車で1万6000、連車で1万6000ですね。これなんかシャッタースピード1000分の1秒なんで、まあこれも普通にビタッて止まるのでこれぐらいでの光量で撮るので全然十分なんですけど、これプロフォト使ってるから光量が大きいから背景こうやって暗くなるかな。これは HVL の F60RM2 ですね。F60RM2 と 46RM かな。この 2台だけ、全速同調に対応するフラッシュになるそうです。でさっき連写どれぐらいいけるのって話してたけども、カタログページ僕もちょっとよく分かってなかったんですけど、後で調べたら、秒10個まで撮るんだったら、200枚ぐらいまでいけるのかな、フラッシュの連写が。でこの時それ知らなかったんで、秒20コマにして撮ってたら、撮れる枚数が12、3枚まで撮れてたかな。枚数数えてみたら、やっぱ短いとね、フラッシュに負荷かかるので、というような作りになってるかなと。みんなモデルさんの顔って光ってますね。そうですね、疲れてますよね多分。疲れてるか汗かいてますよねきっと。そうですね。よいしょ、これしっとりしてるな。これ、いやでもこれももう夕方ぐらいだったと思うな、撮ってるの。時間何時だろう、15時39分だからもう最後の方ですね。ちなみにこれもね、F60RM ではないんですけど、もっと全然安い昔のやつですけど、これでもそのまま連写にすると、これぐらいはいける。これ秒10コマなんですけど、これぐらいはいけるので、それで何だろう、やっぱ250分の1秒までなんですよね、普通に使えるのは。でそれ以上のシャッタースピードにするとハイスピードシンクロって言って、
特殊な光り方するんですよ。250分の1秒以下だとフラッシュ1回パシッて焚いて、あのそっちがあのシャッターがこうやって全開になってる瞬間狙って光らせてて、それで同調させてるんですね。それがフラッシュの同調速度っていうんですけど、それ以上に速いシャッタースピード、例えば2000分の1秒とかで撮ると、あのもうスリットが、こういうふうに全開にならないんですよ。こういう状態で動くようになってくるんですね。それなので、あのこの瞬間にピカッて光るともうここしか光らないとかっていうのがあるので、ハイスピードフラッシュシンクロって何やってるのかって言ったら、こうやって幕が降りてる瞬間ずっとフラッシュを焚いてるんです。なので、あのフラッシュの方にすごい負荷がかかるので、あのバッテリーの消費もかなり激しくなる。なんせ炭酸電池で動いてますからね。というようなのがそのハイスピードフラッシュなんですけど、フラッシュシンクロなんですけど、この場合はあの全速同調なので、それやんないで、もうシャッタースピードと連動して光らせるっていうことができる。なので、あの僕もあんまフラッシュ使わないのでよく分かってないんですけど、あのフラッシュに詳しくない人が、あのもうカメラ任せで全部撮るときに、あの設定何も考えずに撮ることができるっていうところがメリットになる。そういった機能になるそうでございます。これがフラッシュ撮影のとこですね。よいしょ。続いて、これが僕はあの一番面白かったんですけど、バッティングコーナー、ちょっと見てみましょう。どんなところか、すごい燃えました。これ左側のモニターをご覧ください。今回ここではですね、2回シャッターチャンスございますが、このインパクトの瞬間が撮れるように皆様2回の中でぜひ1枚は撮りましょう。遡って秒1秒遡れますが、秒120コマが撮れますのが約 1.6 秒間になりますので、結構ですね、皆様もう振り下ろす前からシャッターを押される方がいらっしゃって、インパクトの瞬間でコマさんが落ちてしまう方が結構いらっしゃいますので、遡りは 0.3 秒に設定しております。ですので、あの撮るコツとしましては、振り下ろす前からシャッター全押しするので、ありがとうございます。振り下ろして、まあ、40個ぐらいです。このぐらいからシャッター全押ししていただきますようお願いいたします。はい、では1回目お願いします。どうだどうでしょうか。どうでしょうか。再生ボタンを押していただきまして、明らかにさっきより細かいです、うん、明らかにこれは120個までの威力。どう？ちょうどですね。お、当たってるじゃないですか。当たってますね。当たってる当たってる。そう。ちょっと大きく大きく大きく。あの先ほど申した通り、あの焦点距離変えていただくなりしてもいいですし、もう一回、うん、しっかりインパクトの瞬間捉えていただくのでも大丈夫です。おお、早い。これがね、最初設定見せてて 60fps だったんですけど、120。これぐらいの違いになる。これがね、初代アルファ9、20コマ、秒20コマで撮るとこんな感じ。もう捉えてる瞬間はまず無理。この子は腰入ってますね。最初の子やる気なかったけど、120。女の子だとちょっと非力で、男性がやるとこれぐらいになるんです。おあの2日目は男性のパワーヒッターが来たらしくてそっちはもうぐにょぐにょ潰れてるので女の子だとやっぱスイング遅いから力ないのか、あのこうやって潰れてる瞬間が短いんですよね。多分当たってポーンっていっちゃうので、男性はもうぐにょって潰してそのまま行くので、これはちょっとトスバッティングうちでもちょっと見本でやりたいなと物用意してちょっとやってみたい。バットの曲がりはね、あの素人だとあのまず曲がらないですって言ってました。あのプロのスイングだと曲がってくるけどつって、これぐらいのスイングスピードじゃ曲がらないんじゃない、あ曲がらないんじゃないつってね。だからあの大谷行きますか来年バッター1000人だって言ってたから、うん、というようなのがあのバッティングのバッティング撮影コーナーで楽しめて、これ2回チャンスあるんですよ。でまあ、1日目の時試したら2回やると1個はボールがついてるかなって感じで、運がいいとぐにょっていってるようなイメージで、あこっちじゃないな、よいしょ。このバッティングの方もさっきとまあ同じ写真なんですけど、まあこんな
感じで、これで8000分の1秒とかかな。確かにこの子やる気なかったね。そうですね、あの慣れてないっていうか手打ちになっちゃってるので。だけどこの人すごいっすよね。向きってしてますよ、うん、いや、あのなんだっけな、1日目に行ったと思ったんですけど、明日なんかすごい人が来るらしいぜっていうの言ってたので、明日どんな人が来るんだろうと思ったら、あ、そっか、男性だったのかと思ってね。うん、そう、あのそれ級の人みたいなことは言ってましたね。この子もかかね、うん、この子もあのちゃんと腰が先に回ってるので、あ、やってる子なんだなと思って。さて、ここからじゃあちょっとチャートを一応作ったので、ね、こういうの作ると僕は慣れてないので下手くそなんでね、すんごい枚数作っちゃうんですよ。80枚あります、うん、あの普通にやると1時間半ぐらいかかっちゃうので、ちょっとサクサクっといきたいなと。あの分かってるところはもうそれいいからっていうふうに言ってください。飛ばしていきます。まず2460万画素のグローバルシャッター方式のフルサイズセンサーを搭載しました。まあ釈迦に説法ですが、もうローリングシャッターっていうのはこう順次読み出しで、あのパッて撮った時に上からこうやって読み出していって記録していく。まあ、あのそのスピードを速くして、処理をどんどん速くしてっていうので、 α9 とか 9.2 とかっていうのは秒20コマで、 α1 では秒30コマまでいくようになったものになってますが、今回はグローバルシャッターといって、一発で全部、読み出してしまおうというものになっています。まあ、どういったところでメリットあるのかって言ったら、シャッタースピードが速くできるっていうのもあるんですけども、これ何が違うかお分かりになりますかね。しま模様があっち入ってますね。あのこれは LED 照明とかで、高速に LED って点滅して光ってるんですよ。なのでローリングシャッターでこうやって読み出してる最中に明滅があると、こういうしま模様が出てきちゃうんです。普通だとそんなに出てこないんですけど、あのプロジェクターとかの写真をあの電子シャッターで撮ると必ずと言っていいほど出てきますね。でそれがグローバルシャッターの場合は、あのパッと出てる絵を一発でバシッと撮れちゃうので、あの明滅のなんだろう、明るくても暗くてもそこの絵を一発で撮ってくれるので、こういうふうに撮れるというので、あのまあフリッカーレスとかっていうのを気にしないでフリッカーが消せるという、そういうメリットもあります。で、今までグローバルシャッターってこれ世界初ってなってますけど、デジタル一眼カメラで初なので、実は2018年にソニーのデジタルシネマカメラからもこうやって、3番の RGB の3番で出してる、あのなんだろう、プリズムで分光して3枚のセンサー使って撮るっていう形で、だからでっかい業務用のカメラみたいな感じなんですけど、でお値段がすごいですね。1700万とか、一番安くても240万とかになってるカメラなので、そのセンサーが降りてきて、しかも画素数増えるわけじゃないですか。すごい値段になるんだろうなと思ってたんですけど、88万っていうのは知ってる人からするとなんか割とバーゲンプライスなのかなという。そして、ブラックアウトフリーは9の時から踏襲してて、今回も120コマ撮ってますけど、もうほとんどビデオカメラを撮ってるかのごとく、ずっと絵を見続けながら撮影することができます。連続撮影の速度、9シリーズは左肩のところに、スピードをあの変えることができるところがあるんですが、ハイプラスとハイとミッドとロー、ハイ以下は、30秒以下に全部設定するしかできなくて、60枚より速くするのはハイプラスだけになります。これがハイプラスの設定のところですね。このスピード、あとこの下に5枚っていうのがあるんですけど、そこから選んで設定して割り当てて、使うことができる。なんで9シリーズだけ左肩に添えてあるのかっていうと、あの連写してガーって記録してる間に、あの他のカメラだと設定が変えられなくなっちゃうじゃないですか。9シリーズはハードウェアであのそうやって撮影モードを切り替えられるようにするために、ハードウェアでこうやってダイヤルをつけているということになります。そして、プリ撮影、さっき、バッティングのところであの設定をしてたんですけども、これも新機能ですね。アルファ初の機能になります。シャッターボタンを押す前の時間からシャッター半押し、もしくは AF オンにしたところから、記録を実はバッファでずっと持っておいて、でシャッター切った瞬間にその時間を遡ったところから全部記録する。なのでシャッター切った瞬間の前の時間からどれを残そうか選んで記録するんではなくて、もう押した瞬間にはその前の時間のやつ全部記録するっていうことをやってます。フリ撮影の設定がこれです。イリと時間とトリガーっていうのがあります。時間の方はプリ撮影は最長1秒、1秒遡って撮ることができるんですけども、
バッティングの時は 0.3 秒にしてくださいっていうふうに言ってました。実際にやってみるとですね、これで見ると分かるんですけど、連続撮影の可能枚数って、120fps の時って192枚しか撮れないんですよ。なので連写で 1.6 秒しか撮れない。なのでそこでプリ撮影を1秒とかにすると、連写した時に 0.6 秒しか撮れないんですよ。1秒しか撮れないので、それで 0.3 秒とかに短くしとかないとその後は撮れなくなっちゃう。で、何回かやってみて分かったんですけど、 0.3 秒ね、プリ撮影してくれてると大体補えることが分かったっていうか、あ、今だった、撮り逃したと思って押したとしても 0.3 秒遡ってくれれば大体撮れてるんですよ。あ、人間の反射神経ってそんなもんなんだなと思ってね、十分いけるかな。そうすると 1.3 秒の連写が可能になります。で、あとプリ撮影のスタートトリガーって、これ何かなというと、シャッターを半押している時にだけ、プリ撮影をするか、 AF オンもしくはこっちのレンズとかに割り当てて、アサインしておいて、そっちで AF を動作させている時だけ、スタートさせるとかっていう方法が取れる。なのでプリ撮影必要ない時はどっちかに設定しておいて、例えばシャッター半押しだけプリ撮影しますっていうふうに言っておけば、こうやってやった時にもうプリ撮影しないで撮って、で、あ、ここシャップリ撮影必要だって思ったらシャッター半押しにすると撮れるというような感じになります。このマークが出てるので、この状態になってる時はもうプリ撮影やってる、どん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 バッファに飛んでる、読んでるところですね。で、これを実際に撮影してるところで、この黒枠がちらっと見えてますけど、これが連写してる時のサインですね。アルファ9の時からついてるかな。そして連写速度ブーストっていうのがついてます。C5 ボタンというのが新たにできたので、これを押してる間だけ、連写速度が上がるというものになります。この説明でいくと、通常の連写は 60fps なんだけど、C5 を押すと 120fps になるという設定なんですけども、これも設定スピードこうやって変えられるんですが、考えてみてください。60fps で撮っても 3.2 秒しか連写できないので、その間に、あ、ここだとか思って押しても、ね、全然間に合わなくて、ね、これかなり訓練が必要な機能かなと。普通に使うんだったら多分30とか20枚とかで連写にしといて、で、これをやる瞬間にだけ押せる訓練ができれば、そこだけ120にしとくと連写撮影の時間が延ばせるかなというような機能になるんじゃないかなと。で、そこまでパッと渡されて理解できることすることなんてできないので、みんなもうとりあえず120にしてガーって撮るっていうね、楽しい体験だった。これが間連写ソフトブーストでデフォルトの状態ですね。一応これ再押し連写ブーストっていうのもあるので、押して切り替えるっていうのもできるんですけど、なんせ本当に一瞬なので、どういう設定の仕方にするのかなというところですね。で、ちなみにこれがね、ピンクの枠になってる、この色がついてるときは120で撮ってるときみたいです。いろいろ撮影してきたやつを撮って後で見てみたら、このときはブーストかかってるときなんだなというもの。そして高速連写8万分の1秒、全速フラッシュ同値はさっきの説明の通りですね。これがハイスピードシンクロ、試してみるとこれでやっても8000分の1秒とかでも撮れることは撮れるんですけど、やっぱ、発光ムラが出てきたりとか、さっきみたいにずっとやってるので、タイミングによってムラができちゃったりするんですが、それが、対応している HVLF60RM2 と 46RM では、全速同調で撮れるというメリットになってます。で、他社 のフラッシュで使えないのかっていうと、そんなことはなくて、自分で調整すれば、設定して使うことはできるんですけど、発光のタイミングの山とかっていうのを自分で調整していかなきゃいけないので、ちょっと大変なのかなという機能になります。こちらが HVLF60RM2 ですね。今7万400円します。ここに書いてありますけど、10コマ秒で200回の高速連写ができるというふうになってます。で、8段の光学式、ボディ内手ブレ補正積んでるのと、あとコンポジットローっていう新しい機能が積んでます。これはですね、ローで連写をするんですけども、それを後から、イメージングエッジデスクトップというソニーの純正の、現像ソフト、
使って合成させると、まあこんな感じでノイズを減らすことができると。これ自体はまあフォトショップとか使って合成して自分でやることもできるんだけど、今回ソニー純正ですごいところはイメージングエッジデスクトップを使う必要はあるんですけども、ローの連写からローが作れるということらしいです。ローで出力をするらしいので、そこからまた自分で好きなようにノイズの減っている状態で現像ができるそうです。これがその設定画面ですね。で撮影枚数の設定があって32枚までできます。マルチピクセルシフトマルチでしたっけっていうのがアルファ1には入ってて、あっちは静止した状態で撮らなきゃいけないんだけど、今人の顔で撮ってたので、現地での噂で聞くとなんか動態に対応してるんじゃないかっていう風な話になってて、おお、そっか、それはちょっと使ってみてなんとか試したいんだけど、後からそれ知ったのでもう試しようがないというかね。それとあとグリップの形がちょっと変わりました。まあこんなだったのがだいぶ肉付け良くなってて、ただもうそうやって機能を探すの必死なのでもう触り心地とか全然分かんない変な感じはしなかったので、ただボディがちょっとやっぱ厚くなってんのかなっていうか、これがすごいちっちゃく感じて、アルファ9だともうこれ7-3世代ぐらいになるのかな、そこからもう2世代後になってますからね。であとは上面のところ、今のカメラって C1 のところにレックボタンが来てると思うんですけど、レックボタンがこっちの、ファインダーの脇に移動してます。これはやっぱ向こうの人言ったけど、静止画写真向けに作ってるカメラなので、動画はそうやってスポイルじゃないけどおまけについてるような考え方でいいんじゃないかなというふうなスペをしていました。でシャッターのですね、これも未確認情報なんですけど、現地の噂によると、深さを調整できるらしくてですね、アルファ1もなんかプロサポートとかだと持っていくと調整してくれるんですって、深くしたり浅くしたりとかっていうの、それが自分でできるんじゃないかっていうふうに、言ってるんですけど、ちょっと裏を全然取れてないので何とも言えない、わからない情報。あとは4軸マルチアングル液晶が、アルファ1は普通のチルトだったのがこっち4軸ついてきたので、まあこれは開発スピードの違いなんでしょうかね。タイミングがR5 から採用されているので、まあ、全部のっけてくれきてくれたのかなと。あとこれも現地では気づかなかった、再生時にファンクションキーが使えるらしくてですね、見た目にこういう設定項目が呼び出せるようになるらしいです。メニューにはなかったので、再生してる時に FN キーを押さないとこれ出てこないのかな。これが FN メニューの、一応全部メニュー画面撮ってきたんですけど、再生画面の時の設定をいじるところがないのでちょっとわからない。そしてこれが、グループ表示なんですけど、これもちょっと僕全然試してきてなくて、ただ新機能というかこういう使い方するんですよっていうのを教わってきてます。セレクションメモっていう新しい項目ができてます。その、撮影オプションの中にあるんですけど、このセレクションメモっていうのを使うと何できるかというと、撮影シーンの先頭にマークをつけることができる、それとプリ撮影のシャッターの時にマークをつけることができる。何言ってるか分からないと思うんですけど、シャッターを切った瞬間に、つけるのがこっちですね、プリ撮影のシャッター時で、撮影シーンの先頭っていうのは、押した時にプリだから、前のところですね、一番先頭のところにマークをつけてくれる、つけることができる。その時に例えばレーティング1とレーティング2っていうのを割り振ってあげる。それすると、再生オプションの方にあるんですけど、前ダイヤルの方にレーティング1だけ出す。で、後ろダイヤルにレーティング2だけ出すっていうふうにやっておけば、連写してバシ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 撮ってる時に前ダイヤルだけでスカ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 とシーン選んで、で、あ、ここのシーンっていうふうに言って、なんだろう、こっちのくる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 回そう、あ、1枚ずつでやると撮影探すことができるというような機能になってます。そして、音声メモっていうのが、これが α9 とか α1 にしかついてない機能で、これの専用のマイクが今回搭載されました。でセレクションメモの中にあるんですけど、音声メモというのがあるので、再生している時に写真呼び出して、
音声メモってやるとそれで録音ができる。60秒ぐらい、まあプロ向けなんでしょうけど、あのこの写真をちょっと露出上げて、あの記事に使ってねとかっていうのを録音して記録して飛ばしてあげると、あの編集者が音声メモついてるファイル見て、あこれだねっていうのがセレクトができるようになる。編集用のやつですね。こんな感じで、これアルファバムにもついてるので、あの機能としては、おご存知なかったですか。これアルファワンの、ね、ヘルプガイドから引っ張ってきたやつです。まあでも自分で使うことはないですよね、うん、チームでやっぱ編集するときに使う機能なのかな。あとはこうやってシャッターの、フリッカーレス設定とかっていうのもちゃんとあって、それでできるのと、あとレリーズラグっていう、これも新しい機能なんですけど、なんだかよくわからない。ね、後から失敗したっていうか、後からあの教わったんですけど、そういった時にゴミ箱ボタンを押すとヘルプが出てくるんですよね。それ見ればあの大体知ることができるらしいので、あの今後の取材の時はちょっと気をつけたいと思います。でフリッカーレス撮影もこうやって高分解シャッターとかついてます。バスとか電車とかの電子掲示板とかのあのフリッカーをフリッカーレスで消せるのか、それともあれ自体がフリッカーになってたら、あのグローバルシャッターでもやっぱあの縞模様出ちゃうと思うので、そういった時に調整するのかな、この辺もちょっとやってみないと分かんないんですよね。であとはフリッカーレス TV スキャンという動画用の機能までちゃんとついてるので、これであの最適なものを自動で、あのシャッタースピード7874分の1とかになってますけど、これも、普通にできるようになっています。あとはこれも 初の機能、横切りへの AF 特性。おそらく被写体撮ってて前を誰かが通り過ぎた時に、あのそっち追従させないかどうかっていう設定なんじゃないかなと思うんですけど、なんでしょうね、速度変化への AF 追従っていうのもなかったので、やっぱ AF に関してはこうやって新機能がバシバシ搭載されているような気がします。それとファインダーモニター選択っていうのは、これ普通だったらファインダー覗くとファインダーになって、離すと液晶になるんですけど、オートっていうのが1-2になってるんですよ。違いがわからない。もうヘルプガイドあればすぐわかるんですけど、そういうのも今回情報全然降りてきてないので、あのさっぱりわからないんですよ。で撮影タイミング表示っていうのは、あのさっきの枠のやつ9とかだと四角い、あのなんだろう、あのマークでチカ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 って点滅させたりとかって4タイプ選べるので、あのそういうのができるようになってます。で撮影残量表示っていうのは、現地であの設定項目ないねっていうような話をちょっとお客さんとしたんですけど、ありました。でこれが、撮影タイミング表示 1,2,3,4 ですね。まあこんな感じで変わりますよという、これもアルファ1のヘルプガイドから取ってきたかな。で、これが電子音量。コージーさんが連写してるところのちょっと音取りたいですって言ったら、あじゃあちょっと音量を大きくするねとかって言って大きくしてくれたんですけど、あれそんな機能今までついてたっけとか思って見たら、メニューを後から見てみたらね、電子音量が最大5なんですけど、デフォルト3で、あのシャッター音を大きくすることができる。なんせシャッターついてないので電子音しか鳴らせないから、それであの大きめの音にしたりとかっていうのは調整できるのはちょっと面白いなと思いました。電子音の起動って普通オフになってるので、聞いたことないと思うんですけど、あのこれついてる機種で試してみたら、なんか 7C2 で試したら軽快な音がしてたので、いつからついてるのかわからないけど、まあ、こういう機能もあるんだなと。あとこのメインメニューっていうのも FX30 から積んでるので、アルファ版とかには多分ついてないですよね。今こうやって 一発で全部の設定が出るような画面っていうのは出るようになっています。これ動画用です。でログ撮影もこうやってできるようになってるし、Slog3 も撮れます。ブリージング補正も入っています。で記録中の強調表示とかもできるので、動画の機能は、見たところもう ZV-E1 とほぼ同じものが全部入ってるかなと。オートフレーミング設定まで入ってるので、過不足なくこれ何でも使えるカメラになるかなと思います。これも新機能、ホワイトバランスの取り組みマックサイズ、そんなのあったっけって思いますよね。これはね、ヘルプガイドを押してみたらこういうふうにメッセージ出ました。カスタムホワイトバランスで撮るときに、ホワイトバランスの枠って出てくるんですよね。そこで白いところを合わせてバシッてホワイトバランスを撮るんですけど、それの大中小が選べる、こんな画面ですね。
使ったこと使わないですかあんまし。僕ら取材するときは必ずやってるというか、ストア銀座さんとか照明いろいろ叩かれてるので、あの撮影する場所ごとに白いメモ帳出して、でホワイトバランスこれで取ってやってるんですけど、白いものないときって、例えばこういうときですけど、あの空いてるところで取らないといけない、その枠が小さくできるのはちょっといいかなとかね、いうような機能になっています。最後おなじみの比較表になります。まあ、グローバルシャッター積んだっていうのが世界初で、これですよねやっぱね。でここを見ると、まあ9-2はともかくして、アルファ9もあの伝説的なカメラだったし、アルファ1も、ミラーレスカメラで初めてフラッグシップっていう名前使った、あの歴史に残るようなカメラだったですね。そこに今回は世界初のグローバルシャッターが積んだカメラということで、かなり所有欲のくすぐられるカメラなんじゃないかなと思います。こちらが証言表、まだまだ続くんですけども、四軸マルチも積んでるし、まさに全部乗せですね。で、こちらも今回の取材で分かったことをちょっと追記しました。電子音量調整とか、アルファ1より軽いんだ、ちょっとだけ、アルファ1より軽い、あ、そうですね、アルファ1より軽いですね。そう、戻っていくと、よいしょ、ISO感度がやっぱちょっと一番下の列になりますけど、かなり、最低のところが上がってて250からになってたりとかで、上限も 25,600 なので、歴代モデルと比べても感度一番低いカメラになってしまうんですけども、思えばね、初代 α100 とかって ISO1600 までしか上がらなかったりとかしてたので、そこから比べればもう夢のようなカメラになってるなとは思うんですが、はい、こちらの α9-3 が来週木曜日11月16日10時から予約開始になります。マイソニー会員様お持ちの AV 商品 10% 付クーポンが使えます。3年ワイド保証と5年ワイド保証は多分使えるんじゃないかなと思います。そしてあとソニーストアで今ご利用感謝クーポン、抽選でやってプレゼントしてるんですが、あれ翌日発行になるので前日までに抽選しておいた方がいいかなと思います。そして、60回分割クレジットに期待をしている人が結構多かったんですが、見てみると α9-2 が対象外になってたので、このモデルちょっと60回分割クレジット使えるかどうかちょっと微妙かなと。ブラビアと一緒だね。ブラビアと一緒、60回一緒に買う、一緒に、あ、いやもうブラビア60回やってないんですよ、あれもうね 3,4 年前にもう終わっちゃってて、レンズだね、レンズですね、そう、その手があった、その手があった、レンズと一緒に買う、そうですね、その手がありますね、60キャッシュバックありましたね、きっとレンズ、うん、そうだ、だから 2470GM2 とかあのあたりと一緒に買っちゃえば、安いレンズでは60回もやってないんですけど、ある程度ちょっと高額なレンズしか対象になってないけど、それ使っちゃえばいけますね。いけますね。ちなみに60回に分割した場合、10% オフクーポン使って月額 13,200 円、24回だと 33,000 になります。あ、その手がありましたね。で、残価設定クレジットなんですけど、歴代モデルまれに 35% 超えることがあったというか、1回だけ記憶してるのだとあるんですけど、7R だったかな、基本 35% 以下でだいたい 32-3% になるんじゃないかなと思います。最大の 35% 設定だったとして、24回払い月々2万100円になります。まあ、こんなに低くはないだろうけど 30% だとすると22,000円、まあこれ前後の誤差かなというところですね。続いて今回全然紹介してないですけど 300F28GM、 こちらの方もですね、AV 対象 10% クーポンにはなると思うんですが、5年ワイド保証とか3年ワイド保証の割引クーポンは4ニッパが使えなかったので、こっちは可能性低いかなと思います。残念。ラッキー抽選会は前日までに抽選をして、でこれも60回分割クレジットがですね、4ニッパとか64が対象外になっているので、なんか別のレンズと一緒に買う必要ありますかね。60回でもし行けたとしたら 10% オフで 14,100 円です。
先ほどの9-3と一緒に合わせてると27,000ぐらいですかね。で、残価設定も 35% 設定だと、月額21,500円になるんですが、これはちょっと2年では手放したくないですね。残価設定329,000設定になるそうです、なるようです。30% だと28,200円、これは 35% にかなり近い金額になるんじゃないかなというふうに思います。ということで α9-3 のご紹介でございました。何かお分かりになる ご質問ありますか？何も答えられないんですけどこれどうだったとかっていうのを気づくことがあればお答えしたいんですけども、多分フラッシュ新しいの出てきますね。あ、ですかね、うん、もっと香料のあるやつが、そう、うん、絶対出てくるね、うん、まあ香料足りない場合はマルチであれ使えるので複数台用意すればその分香料増やせるし、でグループ設定ってできるので3グループまで分けて、例えば、10個買ったとしたら5個3個2個とかって分けて7万10個、まあ、アルファ9-3安い、まあ、例えばの話それ割っといて、で香料調整なんか大変そうに思えるかもしれないけど全部カメラでできるんですよ。カメラからグループ A は香料8とか、グループ2は5で、グループ3は、15とかっていうふうに割って、それでバシッてやると全体の香料を見てカメラがオートで全部の調光してくれるので、 TTL 調光はやっぱメーカー純正だけあってかなり進んでると思うので、簡単にフラッシュ使いたいっていうのであればかなり使い手はあると思います。10個揃えると大変なことになりますけど3個ぐらいで、でそれで香料足りるんで室内であればね3個でそれぞれ全部全開にする必要ないので、それから香料を落として使うとかっていう分にはいけるんじゃないかな。僕でもそれは設定ができるぐらいなので。分かれば教えてほしいんですけども、はい、コンポジットローで撮影して、うん、ノイズを少なくしたローを吐き出すときには、うん、ローのファイル名は同じ ARW なんです。やってないから分からないさらにもし質問できるであれば、はい、それは、うん、ライトルームとか他のエディットソフトで飲み込めるんですかね。出す出力するローファイルは多分形式一緒でしょうから、そこで使えないやつ出してもしょうがないですからね。いやね、ライトルームの最新バージョンが、うんうん、なんか一生懸命 AI でノイズを消して、うん、ところが結局出すファイルは、うん、フォトショップのAdobe の、うん、なんだAdobe のローファイルだった。なるほどなるほど、まあソニーのすげえでかい、まあソニーのイメージエッジ使ってるので、それで扱えるファイルで景色で出すでしょうから、ね、やってほしいですよ ね、はい、読めればいけるんじゃないですかね。今回9-3の撮影してもローで撮っても現像できるソフトがまだないので、そうか、うん、だからプロの人たちも多分みんな JPEG、うん、JPEG 撮ってたんじゃないのかな。ちなみにコンポジットローで撮って、うん、ノイズを減らしたらそのローファイルのダイナミックレンジ上がってるんですか。どうなんでしょうねなんかなんとかマルチピクセルマルチなんとかと、はいはいはい、画素数上がるじゃないですか。画素数上がらないじゃん。あれはだってピクセルシフトマルチは画素数を増やすためにシフトさせてもうよくなってるんだよ、まあ、うん、撮ってるのためか。そうですね、まあでもウェブに出てるこの絵だけ見ると割といけそうな気がするし、あとなんか海外では賛否両論みたいですけど、ノイズが多いとかノイズが低いとか、ノイズ耐性悪いんじゃないかとか、でも撮ってきたやつ見てるとそんな悪い写真ないなとかって思って、ガビガビになってるやつってかなり条件悪いところで撮ってるじゃないですか。だけど意外と綺麗に撮れてるし、海外のやつは事前に加工しちゃったためにノイズが増えてるっていう。あれどう、なんか持ち上げたみたいですよ。うん、なるほどなるほど、うん、持ち上げたからノイズが出ただけで、うん、でここ最近ってもうインフルエンサーさんに渡して、で発売日にはもうドカッと出てくるじゃないですか情報が。今回それ全然やってないみたいなので全員が暗中模索してるような感じで、すごい楽しいなと思って、昔のアルファってこうだったよなとか思ってね。最近のやつはもうインフルエンサーさんっていうかユーチューバーさんがね
ダーって解説してくれるので、あのそれでみんな浸透してっちゃうけど、今回みんな手探りでなんかこれからやるんだと思うとね、なんかプロの時間帯に有名どころがいっぱい集まってたっていう話も、ね、そうですね、そうですね、あのお見かけしました世界初だもんね、それは来るよね、そうですね、うん、あすごいな、すごい面々が来てるな、この人は仕事じゃなくてプライベートで来てるのかと思う。ババ先生来てました？ババ先生いなかったなババ先生ポートレートにね、全然いやいや、ババ先生フラッシュの本何冊も出してますから、もう坂本さんも来てなかったですよね。坂本さんは今プラモデル忙しいみたいななんか昨日もツイッターではなんかどこどこの誰々のところにお邪魔しますって箱のパッケージ持ってらしたんで、うん、あなんか輸送中だなとか思って見てましたけどっていうようなところでございますね。坂本さんがここでセミナーで話した時に、はい、積層型メモリを積んだ、うん、これはノーベル賞ものですって言ってたんです、はいはいはい、だから多分これが繋がってたんでしょうね。あの時にはまだこれ、あ、まあそうですよね、開催してたんでしょうね、もうね1年2年できるもんじゃないですからね。積層型はそういうものだとかって、うん、この人何言ってんだろうと思ってたんだけど、うん、あそうですね、確かに今回の積層型があっての技術になってますからね。8万分の1秒何使いましょうかね、思いつくの本当新幹線のすれ違いで、うん、で反対が反対車両の人たちを通るとかぐらいしか思いつかない。ありそう、使えねえ、これ使えねえ玄関のところにね、大谷さんのメッセージですとかしてありえるな。さあこれ動画撮ってるけどどこまで使えるんでしょうね、わかんねえいや、あのご協力ありがとうございました。ここら辺で締めたいと思います。